皆さんこんにちは、ペトでございます。レールウェイエンパイアですね。続きやっていきましょう。あー、やっとばっかりやん。ちなみに伏線引いたらどれぐらいの金額？おお、安いね。列車やな。ちょっとこれ帰ってきたら線路調整しましょう。これを第2駅の方に、はい、で、お茶とお菓子を一緒に楽しみましょう。よし、
ではちょっと一旦ベル農場までつなげてる。いつの間にやら。これはボディの町につなげときたいな。わからん。私と張り合うつもりなのか？まあ一応ね。さあこれで伏線化が途中やったよね。しまった。信号設定してなかったわ。またいつもな。
こつきやからな。はい、次のアプローチ。だいぶ増えましたね。そしたらね、直通路線を、はい、何人だっけ、50人ですね。なるべくちょっと入選しやすい線で。
あ、ずれた。で、補給と、久々にチーフエンジニア来た。ああ、オッケーオッケー。好んでくれるんやったら。
ああ、大丈夫ですね。行こうとしてくれてるね。また間違えちゃったのかしら。ひょっとして入札したの？線路がないため作成できない。もうやめていただけます？価格が高騰してしまいますわ。これどこにおるんや。でも私のキャンディーを欲しがった場合はどうしましょう。おかしいな。
鮮度がないっちゅうことはないねんけどな。ここか。あ、やっぱりなんかおかしいや。どっから線路ないってこと？あ、南側か。あらあら、機関車にちょっと問題があるようですわ。ああ、そっか、これか。あThank you.
原因が分かった。ダブルクロスつくの忘れてたんやね。よし、これで、なんとかいけるでしょう。ん？ああ。ナンバー。ビール。適当に。よいしょ。さあ、タスク解除して終わっときましょう。こちらな。はい、では、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。